にちは、メゾンブランシュの加藤です。来月の、10月6日の土曜日の夜に、ニュージーランドの、ワインを使った、ワイン会を、開こうと思います。昨年、ニュージーランドのワインの作り手で、日本人の方で、木村さんって方が、登場に来て、いただきました。その時にご自身でお作りになった、ソビニオンブラン、木村ワインを持ってきていただき、いろいろワイン作りなんかの、情熱的なお話をいろいろ聞かせていただきまして、その時またぜひ、来日することがありましたら、メゾンブランシュで、ワイン会をしてくださいと、お願いしたところ、1年後の、この時期に、その、思いが叶いワイン会を開くことになりました。木村さんというのはもともと日本の東京の方で、お仕事されてて、ワイン作りに魅せられて、早もう10年ニュージーランドにいるんですが、4年ほど前から、木村ワインをキムセラーズを立ち上げて、今はソミニオンブロン1種類だけなんですが、当店で使っておりますが、すごく華やかな白ワインです。当日は、その木村ワインを中心に、あと、バンムース、それから、別の白ワインと、赤ワインを2種類、計5種類と、料理と合わせて、冷凍したいと思います。お値段の方は、料理も、飲み物込みで8400円になります。席が、14名様で、締め切りさせていただきますので、できるだけ早く皆様ご予約ください。